はい、どうもネイティブフォレストです。今回告知させていただきたいのがリモート来店というサービスを、今後行っていこうと思います。リモート来店とは何かというと、実際にですね店舗にいらっしゃらなくても、リモートビデオ通話をして、店内をご覧いただいてご購入、そして私が植物を発送するというサービスになっています。まあ、あのお店に来なくても、実際に植物を見て購入することができるよと、説明を聞きながら購入することができるよというね、あの新しいサービスになっております。このサービスを考えたきっかけが、全国各地 の、 あの YouTube とか Instagram、X のですね、あの視聴者様からですね、あのいつか行ってみたいですというお声をたくさんいただきました。あとは、北海道札幌にいるんですけども、ちょっとね車で来ないと、なかなかね厳しいところなので、いつも行きたいんですけどなかなか車が、持ってないので行くことができませんっていうね、あのお声だったりとか、直接植物を見て選びたい、説明を受けたい、そのような方たくさんねあのお声いただいております。でどうにかならないものかなというふうに考えたところ意外にねあの近くに答えがありましたね。こういうふうにYouTube で植物ね見ていただいてますよね。はい、なんでそれをね利用しない手はないということで、リモートビデオ通話を使って実際に店舗を見てご説明させていただいて植物を選んでいただこうという試みでございます。はいね、これね実際にやってみないと、何か、トラブルがあったりとか不手際があったりっていうのは出てくるかもしれないですけども、まあ、やらないと始まらないので、ちょっとねあのテスト的にやっていきたいと思います。それではまずリモート、来店の手順をご説明させていただきます。まず、日程なんですけども、まずテスト的なので、当店火曜日以外営業しております。で営業時間は11時から19時までなんですが、その時間帯に関しては基本的に、実店舗にいらっしゃる方のみにしていきたいと思います。でリモート、来店の時間は予約制にさせていただいて、開店前の10時から11時、1枠目が10時から10時30分、2枠目が10時30分から11時30分区切りで、まず2枠、そして閉店後19時から19時30分、19時30分から20時、こちらも2枠なので1日の枠としては合計4枠を考えております。はい、それを、まあ、火曜日以外ですね、臨時休業などもありますのでそこは、ご予約の時に、随時お伝えさせていただきます。はい、流れとしましてはインスタグラムのですね、DM でご連絡ください。そこで、ご予約をしたい日にちをお伝えしていただきまして、空いてればそこでご予約させていただきます。そして実際に、ご予約の日時の当日になりましたら、リモートでですね植物を見ていただきます。何か目的なものがあればそちらを写しますし、なければ全体的にあのケージの、中身だったりとか、まあ、カップで販売しているものの中身とか、こういう植物が欲しいんですとかご予算をお聞きして、実際にですね、接客をさせていただいているような形で、ね、あのお買い物していただければいいのかなというふうに思っています。そして、まあ、30分だけなので少しね、急ぎ気味になると思うんですけども、そちらはね、時間の都合がちょっとありますのでご了承いただければと思います。そして、気になる植物もしありましてご購入という形になりましたら、実際に、基本的にはですね、銀行お振り込み、かそれが基本になるんですけども、クレジットカードでお支払いしたいよとかという方いらっしゃいましたら、当店のオンラインショップに、まとめて専用ページを作ってそちらから購入していただく、その場合ですねちょっとお願いがありまして、オンラインショップのプラットフォームを使うとやはり手数料がどうしてもかかってしまうので、
その分実際の植物の 10% 上乗せになってしまいますので、そちらだけはご了承いただければと思います。はい、そんな感じで、そこまで行ったらですね、数日以内に梱包して、丁寧に発送させていただきます。基本的には植物だけの発送と考えております。用品とかもね、もしご希望があれば一緒に同封することもできると思うんですけども、いろいろご相談ください。はい、流れとしてはこのような形になっています。ね、お気軽にまずテストでやってみるので、全然軽い感じで来てみたいという方がいらっしゃいましたら、インスタグラムの DM からですね、ご連絡いただければと思います。はい、というわけで今回は告知させていただきました。新しい試み、全国の、皆さんにですね、ショップ、当ショップ、自慢の当ショップをですね見ていただきたいと思いますので、ご連絡いただければと思います。はい、というわけで今回は以上となります。ネイティブフォレストでした。ではまた。